できるかな。え、なんだろうね、これね。大丈夫、大丈夫。しょうちゃん、しょうちゃん、大丈夫よ。大丈夫よ。大丈夫、大丈夫。おはよう。くるちゃんも、おはよう。くるちゃん、余裕ないね。ねえ。はい。おはよう。くるちゃんも、おはよう。はい、どうぞ。はい、嬉しいね。よしよしよし、ねえ、これがね好きなんですよ。ちょっと下にしましょう。はい、ね、しゅうちゃんはスリスリするんだよね。まずはね、これはもう朝のルーティンだから。あっ、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 クロちゃんが今日は降りてこないかな。クロちゃん、おいで、おいで、おいで。はいはい、しゅうちゃん、はい、そうなの。よいしょ、いで、よいしょ。しゅうちゃん、おはよう。おはよう。おはよう。おはようちゃん。おはようちゃん。いた、あーって。結構、そろそろ詰めかい？爪を切らないとかい？ちょっと待って、ちょっと爪見して。あ、そうでもないんですけど、尖ってるのが何本かある感じ。不思議ですね。痛、結構痛かった。爪切れるかな。ちょっと厳しい、切られたくはないんだけども、一応やってみようかな。クルちゃんも降りてこないので、しゅうちゃん先にちょっと爪切ろうか。爪切りします。よいしょ。はいはい、好きなの、そうなの。爪切りしようかね。スリスリ、爪切りしようか。あ、ここでしよう、爪切りはね。爪切りあります。あ、ついてきてくれた。爪切りございます。よし、爪をね切っていこうと思います。シロちゃんできるかな。よいしょ。お、クロちゃんも降りてきた。シロちゃん、ちょっとごめんよ、尖ってるわ。できるかな。え、なんだろうね、これね。大丈夫、大丈夫。シロちゃん、シロちゃん、大丈夫よ、大丈夫よ、大丈夫、大丈夫。嫌か。嫌だね。うん。わけわかんないから怖いね。でも大丈夫、しゅうちゃん。こっちに、しまった。僕があれが良くなかったですね。仰向けで、すーちゃんみたいにゴロゴロさせる練習をさせとけばよかったんだ。失敗した。で、しゅうちゃんは今これが何かを分かってないんですよ。これが何なのか。探してる。これでよ。これでしょ。ねえ、スリスリはする。クロちゃんも見ている。シュルちゃん、ちょっともう一回挑戦してみよう。これおもちゃじゃないんだ、おもちゃじゃないんだ。よしよし、あー、くそ。ね、病院ではね、よくこう切ってもらうときはこうやって、一人のね看護師さんがこうしてる間にもう一人の看護師さんがこうパチンパチンパチンってやってくれるんですけどね。ね、しゅうちゃん、これが気になる。ちょっと失敗でした。まあ
ぱり病院でやってもらった方が確実ですね。安全確実。焦ってねやるのはね絶対良くないので。ねえ、くるちゃん、くるちゃん来てくれた。よし、じゃああっちに行きましょう。しゅるちゃんあっち行くよ。はい、ね、しゅるちゃん、あなたワンコかいっていうぐらい言うことを聞いてくれるね。こっちに来てくれるね。あのネズミはどこ行った？あお、くるちゃん、いらっしゃい。くるちゃんも来た。さあ、今日からですね、しゅるちゃん、くるちゃんにはこちら、ジャガーですね。これを今まで食べてるハローに混ぜていって食べてもらおうかなと。で、ジャガーはですね、まあ、今はちょっと出したんですけど、しゅうちゃんこっち来て、しゅうちゃんこっち来て、こういうやつなんですよ。粒状に大きい粒、大きい、まあ粒ですね、粒に真ん中に穴が開いてるんですけど、これをねちょっとこれでクラッシャーで砕いて、こうやって、はい、まあこんぐらいでいいでしょう。で、こうですね。よいしょ、砕いたやつ、はい。こんな感じになるので、ここにハローをちょっと混ぜて、よいしょ、はい、しゅるちゃんこっち見て、はい、よいしょ、こんな感じですね。こんな感じで今日から食べていっていただこうかなと。ジャガーも栄養価はね本当に素晴らしく高いので、整ったキャットフードなのでね、これを食べていこう、あなたたちは今日から。まあそのハローだけに慣れすぎないように一応考えてのことです。でもしその里親さんでね、その向かった先で何、まあ、そこはね飼い主さん次第なので、何をねキャットフードとして食べるかはわからないんですが、めっちゃカタピーになっちゃった。すごいね、くるくる回してくれるからね。シロちゃん、おい、シロちゃん、あなたとりあえずアタックするよね。はい、やりすぎたか。じゃあ、できたよ。はい、できました。はい、できましたよ。できました。はい、2人分。よし、はい、よるちゃん、くるちゃん、おいで。よいしょ、いただきます。はい、くるちゃんもこっち、はい、置いとくからね。さあ、ということで、
さに溢れたかけがえ